はい、どうもチョブリです。ということで今日はですね、最近獲得して良かった選手ランキングやっていきたいと思います。てなわけで約1ヶ月ぶりのこちらの企画になるんですけれども、今回で第3回目ということで、僕ねいつもランキング系の動画上げてるんですけれども、約1ヶ月いろんな選手を獲得して使ってきて、まあその中でこの選手はマジで良かったなって選手をね、まあ、ランキング形式で発表していくといった企画になっております。で今回はね、前回この企画の動画を上げたのが11月の21日ということで、まあ、約1ヶ月前になるんですけれども、まあその11月21日以降で登場した選手の中から獲得して良かった選手をランキング形式でベスト10から発表していきたいと思います。そして今回からですね、大体いつもこうランキングベスト10から発表していったんですけれども、まあそうやってしまうと結局ね、エピックとかビッグタイムとかこう課金して獲得する選手がとても多くなってしまうということで、まずはじめにエピック、ビッグタイム、ショータイム抜きのもうハイライト選手とか週間の選手で、まあ、この選手良かったなって選手をねランキングでベスト5から発表した後に、その後には総合ですね、もうエピック、ビッグタイム、ショータイムとかもう週間とか全部割の獲得して良かった選手をランキングでベスト10から発表していきたいと思います。まあなんでね、普段課金してる方もしてない方もね、少しは参考にしていただけるかなと思いますので、よかったら最後まで見ていってください。ってことでまずは現役選手ですね、ビッグタイム、ショータイム、エピック抜きの最近獲得して良かった選手ランキングベスト5やっていきましょう。はい、ということで、まず5位はこちら、ラファシューバですね。5位に選ばせていただきました。こちらはマッチパスのバリューを購入すると獲得できるラファシューバということで、結構ね、持っている方も多いんじゃないかなというふうに思うんですけれども、過去最強ではね、ないんですけれども、このラファシューバやっぱりめちゃくちゃ強いなっていうふうに感じました。まずはじめに育成はこんな感じですね。シュート4、パス4、ドリブル9、クイックネス9、脚力8で育成してます。まずラファシューバのいいところはですね、プレイスタイルが2列目からの飛び出して、両ハーフ、OMF、ST、両ウィングまでできます。ということで、まあ、このポジション適性もめちゃくちゃいいですね。まあ、僕はいつもねこう右サイドハーフで使うことが多かったんですけれども、まあ、僕的には中央よりはねサイドの方がいいんじゃないかなと思ってます。能力値見てきたらこんな感じで、まあ、足元数値もめちゃくちゃ高いですし、意外とねパス数値も高いと、決定力は若干低めなんですけれども、このフィッシュンですね、スピード瞬発95、94ということでめちゃくちゃ速いんですよね。でボディコンも90までいきますということで、まあ、この数値なんで、まあ、使用感はまずめちゃくちゃ軽いですね。で逆足の頻度は普通、精度は普通、波が小さいということで、逆足はね普通なんですけれども、このスキルでねアートスピンキック持っているということで、まあ、若干気になるところあるんですけれども、アートスピン持ってるんでね、まあ、右サイドも左サイドも使ってあげれるんじゃないかなと思います。まあスキル追加でもう少しシュート系のスキル追加してもいいかなって感じもあるんですけれども、まあ、ダブルアシュラルート持っていて、まあ、ドロップシュート、スルーパス、アートスピンキック持っているということで、まあ、スキル追加してあげたらねもっと強くなるんですけれども、まあ、このままでもねある程度十分強いんじゃないかなと思います。パスもそこそこうまいんで、 ST とかね OMF 使ってあげてもいいと思うんですけれども、個人的にはね、まあ、サイド強がいいんじゃないかなと思います。このラファシューバね過去最強ではないんですけれども、やっぱり通常よりは強いですし、まあ、使用感めちゃくちゃいいということで、今回5位に選ばせていただきました。はい、ということで第5位がラファシューバでした。続いて4位見ていきます。はい、ということで第4位はこちら、ニコラス・デ・ラ・クルスですね。4位に選ばせていただきました。この選手は今回今登場している指名契約権から獲得できますということで、めちゃくちゃ使用感いいですね。この選手も先に育成見ていきましょう。シュート4、パス4、ドリブル10、クイックネス10、脚力9といった感じの育成ですね。そしてプレイスタイルがボックスボックスということで、両ハーフと OMF と CMF できるんですけれども、この選手は僕ね中央基本の方がいいんじゃないかなと思ってます。まあ使うなら OMF か CMF かなと僕的には思ってますね。で能力こんな感じで、ドリブルとねボールキーパー90を超えてきて、グランダーパス、フライパスも80を超えてきますということで、パスがねめちゃくちゃうまいですね。でディフェンス能力もね上げていないんですけれども、こんな感じで結構高いですと。そしてスピード瞬発がスピード85、瞬発96ということで、めちゃくちゃ瞬発高いんですよね。ボディコン90ということで、まあ、逆足も使えますし、本当使用感がめちゃくちゃ軽くて、全然上げてないんですけれども、ディフェンス能力も普通に高いということで、もう少しね、まあ、こう守備的に CMF とかで使いたい方はディフェンス上げてもいいと思うんですけれども、この育成個人的にはねオフェンス面でめちゃくちゃいいかなと思ってます。でスキル見てもねダブルタルルと思っていて、コンカスルーパス、マリーシャ、チェイシングスライディングタックル、逃走シーンということで、まあシュート機のスキルね、ミドルとかねワンタッチパスとか欲しいところであるんですけれども、まあ、この選手もねこのまま使ってもそこそこ強いかなと思います。身長160センチ台ということもあって、使用感めちゃくちゃ軽いんで、まあ、今ね指名契約権で誰でも獲得できるということで、取る価値あるんじゃないかなと思います。はい、ということで4位がニコラス・デ・ラ・クルスでした。はい、ということで第3位はこちら、アラバですね。ご紹介していきたいと思います。こちらはねラリーガのリーグセレクションガチャから獲得できます。はい、育成こんな感じですね。クイックネス5、脚力8、エアバトル5、ディフェンス12といった感じで、もうディフェンス中心の育成ですね。アラバのプレイスタイルはビルドアップということで、できるポジションが左サイドハーフと左サイドバックと、で中央で CMF と DMF と CB ということで、まあこ
この選手もねポジション適性がめちゃくちゃ多いのいいポイントかなと思うんですけれども、僕はね左サイドバックで一番使っていたかなと思います。能力見ていくとこんな感じで、足元数値もね上げていないんですけれども結構高いですね。グランダーパス、フライパスも80を超えてきますと。でディフェンス能力こちらなんですよね。なんとディフェンス線が99までいきますということで、いやめちゃくちゃ高くない？僕もびっくりしたんですけど、こんなアラバってディフェンス線高いんだって感じで、まあ、ボール出しも91までいって、アグレッシブさはね若干低いんですけれども、守備意識も92までいくということで、結構トップクラスに高い能力してるんじゃないかなと思ってます。でスピード瞬発も80を超えてきて、スピードは86までいきますと。フィジカルコンタクトも75まであるということで、ボディコンも8まであるんで、まあ、使用感もそこまで多くないですし、まあ、この選手めちゃくちゃ万能ですね。スキル見ていくとこちらドロップシュートとかねワンパスデバス持っていて、ピンクのインターセプト、スライディングタックル、キャプテンシーとか持ってますね。まあディフェンスラインに使うのでやっぱりブロッカー欲しいかなっていう感じがあるんですけれども、まあ、このポジション適性でワンパスデバス、ピンポイントクロスでディフェンス系のスキルを持っているということで、まあこれ結構優秀ですよね。まあ正直ね、まあ、センターバックと左サイドハーフ以外ならまあ、どこで使ったゲームでも強いんじゃないかなと思います。僕が使うならばサイドバックか DMF か CMF かなっていう感じはしてますね。まあ、スピードもありますし、足元数字も、ね、そこそこあるんですけれども、やっぱりこのディフェンス能力ですよね。ディフェンス戦99までいきますということで、まあ、なかなかこういう選手ね、いないと思うんで、獲得する価値あるんじゃないかなと思います。はい、ということで、最後、現れした。続いて2位見ていきます。はい、ということで、第2位はこちら、ルックマンですね。2位に選ばせていただきました。こちらはセリアのリーグセレクションガチャから獲得できます。で、育成こんな感じですね。シュート4、ドリブル10、クイックネス7、脚力8ということで、まあ、使用感重視の育成ですね。まあ、ほんと前々から愛用してるんですけれども、このルックマンもかなり強いですね。先に話していくと、このスキルでルックマンはスパサブ持ちなんですよね。まあ、スパサブで本当にいい選手なんで、スーパーサブでまずこのポジション適性、で、このプレイスタイル、これだけでも優秀かなというふうに思うんですけれども、能力もこんな感じで、ボルコンドリブル90乗っかってきて、決定力も8までいきますし、で、このスピシュンですよね。スピード95、瞬発93で、ボディコンも88までいきますと。で、ガカシも使えるって感じで、まあ、この能力でスーパーサブということで、まあ、やっぱり本当かなり強いんですよね。センターフォワードでも使ってあげても強いですし、まあ、ハーフでもウィングでも強いということで、正直ね、こんだけポジション適性がある、まあ、スーパーサブということで、まあ、皆さんが使っているどのフォーメーションにもね、ある程度こう対応してくれるんじゃないかなと思います。で、スキルもね、スパサブ以外見ていくと、ダブルルーレと持っていて、アシュラ持っていて、今回ミドルシュート、スルーパス、マリシア、スーパーサブっていう感じですね。まあ、ワンシュートがやっぱり欲しいなっていう感じもあるんですけれども、まあ、シュート系のスキルね、今回ミドルしっかり持っていて、スルーパス、ダブルとか持っているということで、この選手はめちゃくちゃ優秀なスーパーサブなんじゃないかなと思います。まだ獲得できるんで、ワンチャンね、スパサブに困っている方は取る価値ありかなと思います。はい、ということで、第2位がルックマンでした。続いて1位見ていきます。はい、ということで、第1位はこちら、チクエですね。1位に選ばせていただきました。いや、今回のこの5人の中で唯一の週刊 FP からの登場ということで、チャンピオンズリーグの週刊 FP から選出されたチクエでになりますね。まあ、この選手は週刊ということで育成はないんですけれども、両ウィングと右下のハーフができて、プレイスタイルが2列目からの飛び出しということで、まあ、この選手はね、ポジション適性がそこまで多くないんで、こうフォーメーションによってはね、使えないって方もいるかなって思うんですけれども、僕的にはこの右サイドハーフできるのがね、めちゃくちゃ熱いと思います。で、使っていて本当に使用感軽いんですよね。で、ちなみにこの選手も先に話していくと、こちら、スーパーサブ持ちということで、まあ、ルックマンに続き、スーパーサブ持ちなんですけれども、能力もマジで優秀で、ドリブル90超えてきて、オフェンとかね、このパス打ちも結構高いです。で、決定力も80超えてきて、この選手もこのスピシュンですよ。スピード95、瞬発99ということで、これスパサブじゃなくても強いんじゃないかなって感じがあるんですけれども、やっぱりこの選手もこの足の速さは魅力的ですよね。で、ボディコンも84まであって、逆足あんまり使えないんですけれども、まあ、この選手もね、こちらスキルでアートスピンキック持っているということで、まあ、そこまでめちゃくちゃ大きくはね、気にならないかなと思います。スパサブ以外にもね、こんな感じでダブタ持っていますし、アシュラを持っていて、コンカドロップシュート、ミドルシュート、ワンタッチと、アートスピンキック、スーパーサブということで、スキル面も結構優秀なんですよね。まあ、この選手はね、スキル追加習慣なんでできないんですけれども、まあ、このまま使ってあげても十分強いんじゃないかなと思います。まあ、この選手はね、僕今ライブアップデート C でも使ってるんですけど、本当に使用感良くて、こう僕4141の右サイドハーフで起用していて、めっちゃマジで使用感いいんで、ぜひ皆さんこの選手でもし当たった方はマジで使ってみていただけたら嬉しいなと思います。この選手はコスパ最強って感じで、通常選手でも有名なんですけれども、この習慣はマジでいいですね。ここ最近、ここ1ヶ月で獲得した中では、まあ、現役選手の中で一番おすすめかなと思います。はい、ということで、宿営でした。はい、ということで、こっからはエピック、ビッグタイム、ショータイムすべてありの、ここ最近獲得して良かった選手ランキングベスト10から発表していきたいと思います。てなわけで、まず10位はこちら、ソン・フンミンですね。ご紹介
介していきたいと思います。まあ、ソンが10位なのかと思った方もいるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、まあこのソン組はね、もちろんめちゃくちゃ強い、ブリッツカーブ強いんですけど、なんかやっぱね入んないと結構あるんですよね。こうブリッツカーブって入るか入んないかが、まあ入るときはね遠くからも入るんだけど、なかなかシビアだなっていう感じで、まあ、今回は10位に選ばせていただきました。で、育成はこんな感じですね。シュート5、パス1、ドリブル12、クイックネス12、脚力9といった感じで育成になってますね。そしてこのソンはプレイスタルがウイング揃えかということで、両ウイングと STCF の左サイドハーフができます。僕的にはね、まあ、サイドってよりかは中央で使うのはやっぱりいいんじゃないかなと思ってます。そしてブースターはこちらですね。シュートプラス2ということで、ボルコン、決定力、キック力、フィジカルコンタクトが上がりますね。で、能力見ていくとこんな感じで、まあそのままでも十分強いんですけど、まあ特にこのオフェセント決定力はね90超えてきて、決定力に関しては94までいきますということで、これはまあかなり魅力的かなと思います。ほんとブリッツカーブもかなり入りますね。そしてスピード、瞬発、キック力ですね。このキック力も99までいくということで、まあ、能力だけ見てもね、まあ十分わかるこの強さかなと思うんですけれども、今回ブリッツカーブの中でもね僕は1番にさせてもらったんですけれども、理由とはやっぱりこの逆足頻度精度ですよね。最高最高ということで、まあソンフミは唯一ね左足でもブリッツカーブを打てるということで、そこも魅力的かなと思います。スキル見ていくとこんな感じですね。まあダブダブ根幹持ってますし、ブリッツカーブもミドルシュート持っているということで、ワンシューもありし、テーシングとか持ってるんで、まあこのまま使ってあげてもね十分強いかなと思います。まあ追加するのはやっぱりねワンタッチパスとかねスルーパスなのかなと思いますね。まあこれでもう少し使用感軽ければね、このトップ5入りしても良かったかなと思うんですけれども、さすがにね、まあ、好みさんもそこまでしませんということで、まあちょっと使用感多めになるんですけれども、めちゃくちゃシュートはねブリッツカーブ関係なく入るということで、まあブリッツカーブでなかなか使いこなすのが難しいんで、まあ完璧に使いこなしたらもう少し順位も上になるのかなって感じもしてますね。ただまあ今回はそういったところもいろいろ含めて10位に選ばせていただきました。続いて9位見ていきます。はい、ということで第9位はこちら、フレンキー・デヨングですね。9位に選ばせていただきました。こちらはですね、アラウホとセルジロベルトとデヨングの3人できたショータイムガチャのデヨングですね。そして育成はこんな感じですね。シュート5、パス4、ドリブル11、クイックで8、脚力11、ディフェンス4といった感じで、まあ割とねバランスよく育成は振ってるんじゃないかなと思います。セキュリポジションはこんな感じなんですけれども、僕個人的にやっぱりこの2列目からの飛び出し生かして、まあ CMF で使うのは強いんじゃないかなと思ってます。で、ブースターこちらテクニックプラス2ですね。ボルコン、ドリブル、ボールキープ、グランダーパスのパラメーターが上昇してます。能力値見ていくと、まあ割とねこうオフェンス系の能力結構上げてるんで、ボルコン92までいきますし、ボールキープもねブースターの影響あって95までいきますね。グランダーパスも92までいきますということで、まあさすがにこの数字でセンターバックで使うのは若干もったいないかなっていう感じはしますよね。で、決定力もめちゃくちゃ高くて、このディフェンス能力ですね。まあ、ディフェンス中心の育成してあげればね、もっと上がるかなというふうに思うんですけれども、僕は4しか振ってないですね。で、スピード瞬発もスピード89、瞬発80ということで、まあ、CMF とかでこんぐらいあれば僕は十分なんじゃないかなと思ってます。ボディコンも8までいって、スタミナ92っていう感じですね。逆足が使えるのもいいポイントかなと思います。で、スキルはこんな感じで、ダブター、シュラ、ヘッダー、ワンパス、ルーパス、バックスピンのバー、アウトスピンキック、マリシアっていう感じで、まあ、普通に優秀ですよね。まあ、シュート級のスキルやっぱあんま持ってないんで、まあ、そこだけは注意ポイントかなと思うんですけれども、パス機能スキルもしっかり持ってますし、まあ、数値も高いですしね、こんな感じで、まあ、全体的にめちゃくちゃバランスがいいということで、まあ、シンプルに使用感良かったなって感じは個人的にはしましたね。僕のおすすめはまあ CMF でこう2ブランチのねアンカーとかと組み合わせて使ってあげると強いんじゃないかなと思います。はい、ということで第9位がデヨングでした。続いて8位見ていきます。はい、ということで第8位はこちら、サントス・ネイマールですね。8位に選ばせていただきました。こちらはねデイリーボーナスで獲得したサントス・ネイマールということで、まあ、かなり盛り上がっていたかなって思うんですけれども、やっぱり使用感良くて普通に強かったですね。育成はこんな感じですね。シュート5、パス4、ドリブル12、クイックネス8、脚力12で育成してます。まあ、このネイマールはねプレイスタイルがリンクフォワードっていうことで、まあ、左のサイドハーフとかね OMF とかでこう無印で起用できるということで、まあ、それが大きいポイントかなって思うんですけれど、僕最近あんまり使ってなくて、まあ、強いんですけど使ってなくて、まあ、理由っていうのが、まあ、この選手ねこれスキルでこのエッジターン持ってるんですよ。これ僕はめちゃくちゃ邪魔で、これ使わない方はいいと思うんですけど、僕ルーレットめっちゃ使うんですよね。そうルーレット使おうと思った時にこのエッジターンがめちゃくちゃ発動しちゃって、まあ、それが本当に嫌だということで、まあ、能力低いんですけれども、パックのねブラジルパックのネイマールを起用してます。まあ、ただ能力だけ見るとこれまで登場したネイマールの中でもね僕は一番強いんじゃないかなというふうに思ってますし、まあ、ブースターはこちらテクニックプラス2ということで、ボルコン、ドリブル、ボールキープ、このグランダーパスも2上がってくるってことで、まあ、足元の数値めちゃくちゃ高くなってますよね。まあ、こんな感じでドリブルも100までいきますし、
モルコも90乗っかってきて、オフェセも93まで行きますということで、まあ優秀ですよね。決定力も85まで行って、でスピッシュも93、94ということで、まあ申し分ない本当に強さかなと思います。ボディコンも95まで行くということで、まあこれで召喚悪いわけないよなっていう感じではあるんですけれども、一段マジで消したいですね。やかしの頻度は普通、精度は高い、波は普通となっております。でスキル見ていくと、まあこんな感じで、やっぱりネイマールはね、こうドリブル系とかフェイント系のスキル多めになるんで、まあやっぱりパス系のスキルとかね、シュート系のスキルはつけてあげた方がいいんじゃないかなと思います。まあこのサントスネイマールね、一段がついてるとはいえ、めちゃくちゃ使用感は軽いですよね。まあ改めて無料でこのネイマールもらうのめちゃくちゃエグいかなと思いますし、やっぱりこの2列目で中盤ところで無印で起用できるのは熱いんじゃないかなと思います。はい、ということで8位がネイマールでした。続いて7位見ていきます。はい、ということで第7位はこちらプジョルですね。7位に選ばせていただきました。このプジョルはね、なんだかんだ僕めちゃくちゃ使ってますね。エピックのプジョルになります。育成はこんな感じですね。クイックネス5、脚力11、エアバトル8、ディフェンス9といった感じの育成ですね。でプジョルのプレイスタイルがハードプレスということで、センターバックと右サイドバックができるんですけれども、僕はね、まあ、センターバックでもプジョル使ってたんですけれども、右サイドバックがまあ7割くらいかな。ほんとサイドバックでめっちゃ使ってます。でブースターがデュエルプラス2ということで、ディフェンスボールダッシュ、スピードスタミナのパラメーターが2上昇しますね。能力見ていくとこんな感じで、まあ、サイドバックなんですけれども、足元数値はねあんまりないですということで、このディフェンス能力ですよね。なんとアグレッシブネスとこの守備意識が99までいきますということで、まあ、これはかなり魅力的かなと思います。ディフェンスもね90乗っかってきますし、まあ、スピード瞬発もねどっちも80超えてきて、スピードに関しては86までいきますし、ジャンプも90まであって、フィジカルコンタクトも90まであるということで、まあ、これめちゃめちゃシンプルに強いですよね。まあ、右サイドバックで使うとこう無印強になるんで、こうどうしても、ね、上がってきてしまうところはあるんですけれども、まあ、意外と僕ね、この無印のサイドバック嫌いじゃないんで、まあ、結構ビルドアップとかで助けられることもありますし、まあ、このプチョルはかなり優秀かなと思います。スキルはこんな感じですね。ヘッダー、ロングスロー、マンマーク、インターセプト、ブロッカー、アイバット、サイディングタックル、アクロバティック、キャプテン、シー、闘争シーンということで、まあ、完璧ですよね。もうこのまま使ってあげて十分強いんじゃないかなと思います。まあ、個人的にやっぱりこのディフェンス能力ですかね。まあ、この能力値でサイドバックで使えるっていうのはね、本当にめちゃくちゃ大きいかなって思いますし、めちゃくちゃ本当に1対1が強いんで、まあ、獲得したけど使ってない方も多いと思うんですけど、このプジョルはね、獲得して僕はいいんじゃないかなと思ってますね。はい、ということで第7位がプジョルでした。続いて6位見ていきます。はい、ということで第6位はこちら、ショータイム久保選手ですね。6位に選ばせていただきました。この選手はね、使ってる方も結構多いんじゃないかなって思うんですけれども、僕も右サイドハーフでめちゃめちゃ使ってますね。育成はこんな感じで、シュート7、パス4、ドリブル9、クイックネス9、脚力10といった感じで、まあ、オフェンス系のスキル割とバランスよく育成したんじゃないかなと思ってます。まあ、この久保は本当に使用感が軽いと、もうそれに尽きるかなって思うんですけれども、できるポジションもこんな感じでめちゃくちゃ多いですね。まあ、やっぱりチャンスメーカーがね、こうセンターフォワード以外で使うと発動しまうんで、それが若干微妙って思う方もいるかなって思うんですけれども、僕的にはね、まあ、チャンスメーカーはそこまで嫌いじゃないというか、まあ、いいんじゃないかなと思ってるんですけれども、普段も結構右サイドハーフで起用してますね。ブースターこちら、ボールキャリープラス2ということで、まあ、ボールキャリーはね、めちゃくちゃ安定の強いブースターなんじゃないかなと思います。ドリブル、ボールキープ、スピード、ボディコンが2上昇しますね。能力値はこんな感じで、オフェンスは若干低いんですけれども、ドリブル数値は全部90超えてきますし、パスも意外とうまくて、決定力は90超えてくるということで、この決定力はマジで魅力的ですよね。カーブも8まであって、スピード瞬発が、スピード84、瞬発92で、キック力も90まであると。で、ボディコンは97なんですよね。まあ、このボディコンがやっぱりね、こう、使用感の軽さに繋がってるのかなっていう感じもあるんですけれども、本当にこの久保選手はね、ドリブルしやすいですね。一応、画家所の頻度はやや低く、精度は普通、波は普通となっております。で、この久保選手ね、皆さん知ってると思うんですけれども、こちら、モメンタムドリブル持ちということで、まあ、これもめっちゃ大きいですよね。やっぱりこう、相手陣地でね、ドリブルを始めると、本当に使用感軽いんで、まあ、それもめちゃくちゃいいポイントかなと思うんですけれども、それ以外のスキルも優秀ですね。ダブルダッシュラコンカとかね、こういうシュート系のスキル、パス系のスキルしっかり持っているということで、まあ、スキルに関してはマジで完璧なんじゃないかなと思います。で、本当に一つもいらないスキルがないってぐらい完璧なスキル持ちなんじゃないかなと思います。まあ、久保選手はね、今週もライブアップルと B ということを使っているんですけれども、本当に使用感軽くて、まあ、モメンタムでこの数値ですからね、本当に強いんで、ぜひ皆様ね、使ってない方は使う価値あるんじゃないかなと思います。僕的にはこう、右サイドハーフ強がおすすめかなと思いますね。はい、ということで第6位が久保選手でした。続いて5位見ていきます。はい、ということで第5位はこちら、田原積田選手ですね。5位に選ばせていただきました。いや、この選手ね、僕は前回の動画この企画上げたのが11月の21日だったんですけれども、この田原積田選手は23日に登場してますということで、まあ、約1ヶ月前に登場したんですよね。なんかもっと前から、ね、いる気がするんですけれども、まあ、今回のこのランキングのギリギリ対象ないということでご紹介していきたいと思います。やっぱりこの選手は本当に強いですね。育成はこ
んな感じでシュート4パス4ドリブル11クイックレス11脚力12で育成してます。この選手はポジション適正こんな感じで2列目からの飛び出しですね。僕的にはってか僕はね一番両サイドハーフで使っていたんですけれども、まあウイングでもね十分強いかなとは思います。でブースターが先ほどと一緒のボールキャリーということで、まあいいブースターですね。で能力値見ていくとこんな感じでドリブル数値は98までいって、ボールキープは92までいきますと。パスはねフライパスあまりうまくないんですけれども、決定力は8を超えてきますし、まあこのスピード瞬発スピード96瞬発98ということでめちゃくちゃ高いですし、ボディコンに関しては99までいきますということで、まあめっちゃ軽いですよ。しかもフィジカルコンタクトが8を超えてくるってことで、まあ、これがめちゃくちゃ話題になりましたよね。ほんとキングメッシなんじゃないかなってぐらいこういい能力をしているということで、しかもこの選手ねこちらスーパーサブ持ちなんですよね。まあスキルがめちゃくちゃ少ないんですけれども、なんとモメンタムとワンパとスルーパーとスーパーサブ持っているということで、まあ、スキル少ないんですけどめちゃくちゃインパクトありますよね。僕もかなりスーパーサブとして使っていて本当に召喚超いいです。まあダブタ僕ねほんとスキル追加で出てこなくてつけてないんですけれども、まあダブタつけてあげたらもうほんと最強クラスのスーパーサブだと思います。まああとはやっぱりこうもう少しシュート系のスキル欲しいかなって感じがあるんですけれども、まあ、モメンタムのスーパーサブこれはずるいですよね。しかも両サイドハーフもウイングもできるということで、この選手はねもう使用感がもう現環境でもほんと最強と言っていいくらいトップクラスにめちゃくちゃいいんで、ぜひね使ってない方は育成参考にしていただいて起用していただければなと思います。はい、ということで第5位が田原積田選手でした。続いて4位見ていきます。はい、ということで第4位はこちらフリットですね。4位に選ばせていただきました。この選手はまあ入ってくるだろうっていうね感じではあるんですけれども、僕もね未だにガチスカでずっと使わせていただいてますということで、このフリットを獲得してマジで良かったですね。育成はこんな感じですね。シュート5パス1ドリブル11クイックネス11脚力10エアバトル1ということで、このフリットはねもうなんか3回ぐらいね育成振り直したんじゃないかなと思ってます。でプレイスタイルはチャンスメーカーで、こんな感じでセンターフォワードから CMF までできるんですけれども、どこで使ってあげても強いんじゃないかなと思います。一番使っていてこう強いなっていうか、まあ、相手にいても嫌だなって思うのはやっぱりセンターフォワードかなと思いますね。でブースターフィジカルプラス2ということで、ジャンプフィジカルコンタクトボディコンスタミナのパラメーターが上昇してます。その6種こんな感じで足元数値もねめちゃくちゃ高いんですけれども、オフェセンも87まであるということで、パス数値もね70中盤まであって、決定力は83までいきます。でプレースキックも90までいって、このディフェンス力もね上げてないんですけれども結構高いですということで、全部70超えてくるんですよね。まあセンターフォワードで起用してもこんなこうディフェンス力のあるセンターフォワードなかなかいないっていうか、もういないと思うんで、ちょっとこう変わった動きっていうかボール出しもしてくれますね。でここですね、このスピード瞬発キック力全部90超えてきて、フィジカルコンタクトは88までいって、ボディコン84スタミナ93ということで、こうめちゃくちゃボールキープできるんですよね。まあ結構使用感も軽いですし、今作はこう身長高い選手でもボール持てるんで、このフリットはまあ強いですね。逆足の頻度は高い、精度は最高、波が小さいということで逆足が使えるのもいいポイントですね。でスキルはこんな感じですということで、この選手もね、まあ、ダブルタッチやっぱりつけてあげたいなって感じがあるんですけれども、まあ、どっちかっていうとこうオフェンス系のスキルですかね。アートスピン、スルーパーワンパとかね、ミドルシュートとかヘッダーとか持っているということで、まあ、やっぱりこうダブルタッチとかに本格つけてあげたいかなって感じはあるんですけれども、このままでも十分強いかなと思います。まあ、僕は結構ね OMF とかでも使ってますし、センターフォワードも使ってるんですけれども、まあ、どこで使ってあげても本当にこの選手はね強いかなというふうに思いますので、まあ逆足も使えますし、ぜひ皆さんね持っていて使ってない方は起用していただければなと思います。本当足も速くて使用感も軽くて、このフリートは最高ですね。はい、ということで第4位がフリートでした。続いて3位見ていきます。はい、ということで第3位はこちらアラウホですね。3位に選ばせていただきました。来ましたね。この選手もめちゃくちゃ話題性あったかなというふうに思うんですけれども、やっぱり未だにねガチから使ってます。今回のアラウホはセンターバックと右サイドバックができるんですけれども、守備的サイドバックということで、サイドバックで使ってあげてもめちゃめちゃ強いんですよね。ただ僕はねやっぱ最近はセンターバックで使うことが多いですね。右サイドバックでもいいと思うんですけど、僕はなんかセンターバックの方がいいんじゃないかなと今のところは思ってます。でブースターこちらデュエルプラス2ということで、このブースターも一緒ですね。ディフェンスボールダッシュスピードスタミナのパラメーターが2位上昇します。そして能力見ていくとこんな感じということで、ドリブル数値とねパス数値上げてないんですけれども結構高いですよね。でこのディフェンス能力ですね、アグレッシブネス以外は90超えてきますということで、守備意識は99までいくんですよね。まあ、若干アグレッシブネスね低いかなって感じもあるんですけれども、そこまで気にならないですかね。まあ、ヘディングも90までいきますし、そしてこのスピシュンですよね。スピード92瞬発91ということで、まあ、センターバックでね80超えてくるだけでもそこそこあるなというふうに感じるんですけれども、なんとどっちも90超えということで、これめちゃくちゃやばいですよね。ジャンプを90超えてくるんで世代も強いということで、でスタミナも96まであるんでね、この選手は本当改めてこうやってみると本当に優秀ですね。
で、スキルはこちらになってます。ヘッダーマンマークインターセプトブロッカーエアバトルスライディングタックルアクロバティックや逃走シーンということで、ブロッカーもインターセプトもね、5万マーク持ってますし、ほんとこのまま使ってあげて十分強いんじゃないかなと思います。まあ、この選手はサイドバックでもセンターバックでもどこで使ってあげても強いということで、これで B コテなんで本当にやばいですね。まあ、獲得した方多いんじゃないかなって思うんですけれども、この選手は僕が使った感じもね、しばらくガツカに入ってくるんじゃないかなと思ってます。はい、ということで第3位がアラホでした。続いて2位見ていきます。ということで第2位はこちらカントラですね。2位に選ばせていただきました。この選手はね、こういろんな意見があったかなって思うんですけれども、僕個人的には本当にこの選手好きなタイプですね。一応育成はこんな感じで、シュート4、パス6、ドリブル8、クイックネス11、脚力10、エアバトル3で育成してます。ポジション適正もこんな感じで CF からの OMF までできるんですけれども、僕は一番こう OMF で使ってましたかね。4141の OMF で一番使ってました。プレイスタイルはリンクホールっていうことで、まあ、センターホールとセカンドトップで使う方はプレイスタイルだけ注意ポイントかなと思います。でブースターはシュートプラス2ということで何度もご紹介したんですけれども、ボールコン、決定力、キック力、フィジカルコンタクトのパラメーターが上昇しますね。能力値見ていくとこんな感じということで、カントナはね、今回初登場だったんですけれども、このドリブル数値がねめちゃくちゃ高いですね。一番低くてこのドリブルの94ということで、ボールコン95、ボールキープ97までいくんですよね。パス数値どっちも80を超えてきて、グランダーパスは88までいきますし、決定力も80を超えてくるということで、まあ、この選手はね、身長もね、高身長なんですけど、本当に使用感軽いんですよね。アグレッシブネスがこんだけ高いのも珍しいですよね。で、スピード瞬発も83、90まであって、キック力も98まであるということで、キック力は高いんでね、ミドルもバンバン打てますし、フィジカルコンタクトも80までありますということで、この選手は本当に強いですね。逆足も使えてないも小さいんで、ここもいいポイントかなと思います。で、スキルはこちら、コントロールループとかライジングミドルとかね、ワンタッチパススルーパスとか持ってるんですけれども、まあ、やっぱりこうダブルタッチを本当につけてあげたいなっていう感じがしますよね。正直僕ね、今持ってる選手の中で一番ダブルタッチをつけたいぐらい、まあ、それぐらいこの選手は優秀かなと思います。アウトスピンキックを持ってますし、まあ、スルーパーワンパー持っているということで、まあ、このまま使ってあげても十分強いですね。まあ、カントナに関してはね、こう賛否両論あったんで、獲得してない方も多いんじゃないかなって思うんですけれども、僕は獲得した方大正解なんじゃないかなと思いますね。本当にこの選手はね、使用感めちゃくちゃいいんで、まあ、普通にセンターホールとかね、セカンドトップで使ってあげても強いんじゃないかなと思います。はい、ということで第2位がカントナでした。続いてラスト1位見ていきます。はい、ということで第1位はこちらエジミューソンですね。1位に選ばせていただきました。いや、この選手が1位かと思った方もいるんじゃないかなって思うんですけれども、なんだかんだ一番エジミューソンが使ってますかね。育成はこんな感じということで、クイックネス6、脚力8、エアバトル6、ディフェンス14といった感じで、こうディフェンスにめちゃくちゃ振ってますね。エジミューソンはアンカーの選手なんですけれども、DMF とセンターバックまでできますということで、もうアンカーで使っている方はね、ほとんど見なくて、もうセンターバック起用がめちゃくちゃ多いんじゃないかなと思います。で、ブースターはこちら、デュエルプラス2ということで、ディフェンスボールダッシュ、スピード下のパラメーターが2上昇しますね。まあ、エジミューソンはね、めちゃくちゃこの選手も話題性ありましたし、また身長がね186センチぐらいということで、まあ、センターバックで使うのどうだなっていう意見もあったんですけれども、やっぱり僕はねめちゃくちゃ強いですね。本当この選手は信頼してます。まあ、ディフェンス能力はこんな感じで、アグレッシブネスはね若干低いんですけれども、ディフェンスボールダッシュがね97、94で守備意識は93までいきますということで、アグレッシブネスはねあんまり個人的には気にならないですね。本当にボールねめちゃくちゃ奪ってくれるんですよ。まずこうセンターバックで使用感軽いのもいいかなと思うんですけれども、まあスピード瞬発もね、スピード87、瞬発78まであって、キック力も90まであって、ジャンプも88、フィジカルコンタクトも意外とあるんですよね。86ということで、ボディコンも73までありますし、使用感結構軽いんですけれども、ディフェンス能力も高いということで、まあ、この選手は本当に信頼してますね。逆足の頻度は普通、精度は普通、波が小さいとなっております。で、スキル見ていくとこちら、ヘッドアクロバティックシュート、バックスピンのマンマーク、インターセプト、ヤワトのサイディングタックル、アクロバティッククリアということで、この選手もね、アンカーで使うにしてもね、センターバックで使うにしても、ブロックは必須かなって思うんですけれども、まあ、それ以外のスキルは本当にめちゃめちゃ優秀ですね。まあ、エジミューソン現在もね、使ってる方は使っているんじゃないかなって思うんですけれども、めちゃくちゃ強いというか、まあ、機動力のあるセンターバックっていう感じで、個人的には本当に超好みなので、まあ、この選手もしばらくはガツカに残ってくるんじゃないかなと思いますね。はい、ということで第1位がエジミューソンでした。はい、ということで今回は最近獲得して良かった選手ランキングベスト10ということでやっていったんですけれども、いかがだったでしょうか。いや、動画ね長くなったかなと思うんですけれども、こうやって見るとね、本当にここ最近だけでもめちゃくちゃ強い選手登場してますよね。まあ、今回ご紹介した現役選手の5名とこのエピックとかブースターとか全部込みの10名に関しては自信を持ってね強いと言えますので、ぜひ皆さんね、もし使ってない方は使ってみていただけると嬉しいなと思います。特に本当エピックとかビッグタイムの方でご紹介した10名に関しては全員ガツカ級なんで、
まあ、自信を持って使っていただけるといいんじゃないかなと思います。はい、こんな感じで、ね、毎日グッドボールの動画投稿してますので、ぜひよろしければコメント、高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。